みんなさ、ちょっとやっぱり、あの、配信とか、あの、まあ、外行くんでも、やっぱいい T シャツ着るじゃない？だから、あの、でも、みんな、3枚、最低3枚は、あの、人に見せられない T シャツを持ってると思う。そう。あ、俺何の話してたっけ？何の話これ？くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。さなちゃん、見てる？くるぶしです。はい、ということで、前回もちょっとちょもちゃん、お一人で、撮影だったんですけど、今日もね、ソロでお送りいたします。皆さんの、お家にもですね、1枚、いや、2枚、3枚、必ずあると思うんですけど、人に見せられない部屋着、ありますよね。あの、もう、寝巻き用とか、もうこれ、コンビニすら行けないよ、みたいな、T シャツをみんな持ってるかと思うんですけど、僕もね、あの T シャツはよく着るんですけど、勘之助さんから買ったこういうね、あのまああの全然外でも着ても全然大丈夫なような T シャツではなく、俺が持ってる、そのヤバめな T シャツをちょっとねレビューをしてみたいと思います。皆さんの目を、ちょっと要していきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。まず1着、これはちょっとやばいかな、やばいかもしれない。じゃあ1着目こちらです。じゃ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 。某マートの3枚入り1000円の T シャツ。これ寝巻き用なんですけど、俺の中で寝巻きもあのランクがあって、まあこれだったらちょっとコンビニ行けるかなっていう感じのはあるんちゃあるんですけど、もうそれが切れた時にまず着るやつだね。マジでね、首元がマジでやばいの、本当にもうね、なんかしかも洗ってもね、なんかいつも生乾きみたいな匂いする。これはその僕が某 C マートであのバイトしてた時に、季節によってこう何を売らないといけないみたいなのがあるんですけど、で T シャツフェアの時にあの買わせてもらったんですけど、うん、あんまり良くない。外でこの無地のも着るのも俺あんまり着ないんで、完全に最初からも部屋着にしてたんですけど、もう死にかけてるよねこれ。やばいでしょこれ。やばいでしょこれ。はい、まずこれが1着。続いては第2着目、こちらです。じゃ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 ん。月刊ムーと、ファッションセンター島村のコラボの T シャツ。嫁の実家が熊本なんですけど、熊本の水俣っていうところで、水俣の、ファッションセンター島村で、嫁がちょっと買い物をするっつって、僕宇宙人とかユーマとか好きだから、あのムーとコラボしてるって買ったは買ったんですけど、なんかねすっげえ臭いのこれ。今あのそんなにね、あのさっきのグレーよりは新入りな感じなんだけど、あのね裏もこんな感じ、生まれてからの天才みたいな、ね、もうすぐ臭くなった。これでも安かったんよね、多分1000円もしなかったもんね多分、うん、まあでもデザイン的には好きなんだけど、これでちょっと渋谷原宿はいけないかなっていう、個人的な、思いです。まあそんなにまだねくたびれてはいないんですけど、うん、まあないかな。そして、最後、まあまだねいろいろあるはあるんですけど、これが一番ちょっと人には見せられないかもな。ヘイデクルブシの、人には見せられない部屋着、最後です。それがこちらです。じゃじゃーん。
これ何のブランド？これね、実はね、うちの母親にもらったんですよ。よく母親とかってさ、あんた着なさいよっつって、服とかごそっとくれるときないですか？そういう感じでもらって、いや、これは着れないな。にしてもさ、これ何のデザイン？服を買うとき、まず選ばないデザインかなと思う。これちょっとね、俺的には多分好きな人は好きなんかな。俺はちょっとダメでしたけど、まあひどいよね。これもね、まあまあ臭いっていう。ちょっと今回も見ないで。人には見せられない部屋着たちをご紹介したんですけど、どうでしょう、皆さんもっとひどいのあるよっていう方、もしよかったらね、ふるちゃもの、Gmail の方に写真を送っていただければね、紹介してもいいよっていう方がね、いたら、ぜひ紹介させてください。みんなあると思います。でもやっぱりこういうのがないといいの、いい服を着るときにシャキッとできないよね。まあこういうのはみんなに必要なものだと思います。臭いけど、ボロボロだけど、生活が臭いけど、人には見せられない部屋着、一度、部屋着を見直してみてください。変な愛情が生まれるかもしれません。人には見せられない部屋着、ご紹介します。ありがとうございました。あと6回女子大生。